めぐるちゃんってさ、ゲームが好きなんだよね。はい、大好きです。もしかしてカイドウ先輩もですか？ああ、もちろんだ。4日後に発売されるユゼソフト最新作サノバウィッチにも注目してるぜ。そうなんですか。で、先輩はサノバウィッチのキャラで誰が好きなんですか？おうふう、いわゆるストレートな質問来たこれ。おっとっと、来たこれなどとついネット用語が。まあ拙者の場合萌え好きとは言っても、いわゆるエロとしての萌えではなく、キャラ作品として見ているちょっと変わり者でござる。美少女動物園の影響が。ドプフォー、ついマニアックな知識が出てしまいましたな。いや、失敬失敬。まあ、あやちねねの魔女服は露出も高くて称賛できますが。拙者みたいに一歩引いた見方をすると、ゲロインによるメタファーと、断層というキッチュさを引き継いだキャラとしての、シーバ紬タンの幼げ性がですな。フォカヌポー、拙者これではまるでオタクみたい。拙者はオタクではござらんので、コポー。こんな人でしたっけ、カイドウ先輩って。いや、もう自分ドン引きっすわ。私の方が